同期1987と言います。我々ですね、1987年昭和62年に、某事業所に、就職した3人の同期生でございます。まあ、今年38年目になっておりますということで、私がですね、ずっと褒め伸びに出しておいてもらって、彼女たちが見に来てたら、去年から自分たちもやりたいということで、去年の夏に1回目出ました。で、秋、冬、春経て、前戻ってきて、その間にギター買いました。褒めてやってください。私が59、56、56です。55です。あ、ごめんなさい56からでもギターは始められます。ということで、まだ、4月に買ったかな、4月に買って、5月くらいから始めて、まだまだ練習中でございます。でも出てくるというこのずうずうしさですね、みんなに褒めてもらいたくてですね、はい、そういうことでですね、初心者にもできる曲を今日はやってみたいと思います。我々1987年の、就職ということで、基本的に1987年の曲をやらせてもらっています。あの、若いのでみんな分かんないと思いますけれども、1987年大ヒットした光源氏という人たちがいまして、そこのスターライトというのを、ちょっとやってみたいと思いますので、よろしかったら手拍子、足拍子よろしくお願いいたします。知ってる方は知ってる、知らない人は絶対知らないだろうという曲ですね。はい、じゃあやります。
ヶ月も経ってません、基本的に指一本で弾いてます。指一本でもギター弾けますよということで、これからどう進化していくかご期待ください、今70歳ぐらいだったらまともになるかなと思いますので、今後ともご期待よろしくお願いいたします。ということで、1987年のスターライトという曲でございました。先ほどですね、アルトなんとかができたので、我々はアルトリコーダーで対応でした。コンドルは飛んでいくですかね。違うか。息子のお下がりリコーダーやろうと思って買おうと思ったら息子さんのお下がりがあったあるよって言われそんなわけで、87年の曲をやるんですけども、この曲はですね、実は、平成5年ぐらいの曲でございます。ただですね、歌ってる森田くさすたんという方ですね、1987年生まれでございますなら、いいかということで、渡らせる主婦まあ、今日一番最後の曲で、なんか曲順的に良かったなと思いましたね。出来栄えはどうか分かりませんけども、分からせるし、しっとりと、感激のない男と感激のない女2人が歌います。よろしくお願いします。